8月22日、ITTF、国際卓球連盟、より最新の世界ランキングが発表。今週は、新たに追加された大会ポイントはないが、2022年ヨーロッパ選手権の大会ポイントが執行となり、順位が変動した。男子50位以上では、同大会男子シングルス優勝の中段、ドイツ、神写真、や3位のファルク、K、カールソン、共にスウェーデン、 ラガランクダウン。これにより、日本勢では宇田幸や、戸上俊介、共に明治大、ラガ順位を上げたほか、松島菊、木下アカデミー、もご順0位にランクアップとなった。女子50位以上でも、同大会女子シングルス優勝のポルカノバ、オーストリア、準優勝のミッテルハム、ドイツ、3位のシャンシャオナ、ビンター、共にドイツ、ラガ順位を落とした。